さん、こんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はうでした。童話、夕日となりました。このようにマスの中に一文字入れて言葉を完成させてください。もし答えが別にあるときはぜひコメントで教えてくださいね。別解はたくさんあると思います。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はラでした。白子、嵐となりましたね。制限時間内に分かりましたか。それでは次に行きましょう。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さいつでした。カッパ、根っことなりました。正解できましたか。それでは次に行きましょう。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はずでした。うずら、みずなとなりました。うずらは日本が原産の鳥です。ペットとして家で飼育されている方もいるそうで、ヒナから育てるととても懐いて手のひらに乗るようにもなるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。
マント、短期となりましたね。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。それでは次に行きましょう。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はザでした。エザラ、アザミとなりました。アザミはトゲがあって触ると痛いですね。ヨーロッパでは牧草地によく生えていますが、馬や牛も食べようとはしないそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はすでした。テスト、ススキとなりました。正解できましたか。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。枕、木地となりました。小説や本などにある木地ですが、木地を読むと全体の内容や流れがわかるのでとても大切ですね。本が好きな方の中には木地を読んでワクワクされる方も多いそうですよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はだでした。なだれ、ゆだねとなりましたね。ゆだねパンはふわふわでしっとりしたパンなので好きな方も多いですね。パンの生地を作るとき、小麦粉に熱湯をかけてこね、一晩寝かせておくとお餅のような生地になるので、しっとりとしたもちもちのパンができるのだそうですよ。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。正解は小さいやでした。脈100となりました。今回は何問正解できましたか？追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の問題は地の種のホームページで無料プリントとして公開しています。ぜひご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。